こんにちは、マースケチャンネルです。先日ね、もう1ヶ月ぐらいは経つと思うんですけれども、いよいよね、重い腰を上げまして、ジオラマを作ろうということで、まずはね、スターターセットということで、犬ゲージを買ってきたんですが、知らなかったのは動く方はレイアウトということで、動かない方がジオラマだったんですけども、まだね、作ったこともないので、まずはミニジオラマから始めようということで、いろいろね、ネットで調べてたところ、昔たまたま興味があって、NHK の N ゲージ鉄道模型講座みたいなのをね、こう見てたので、ああそういえばということでね、ああこういうのいいなと思って、やっぱりね、動画などでもこうやってる方に調べて、先日ね、100円ショップへ行って、フィギュアを、ね、などを飾るコレクションケースなどを買ってきましてね、それから瀬戸模型店行って、ね、ジャンク そのレールとか、あと、ね、ホームセンターでスタイロホーム買ったりとか、いろいろね、ボンド水、ボンド水を作るのに木工用ボンド買ったりしてね、いろいろ用意しまして、ようやく昨日ね、始めたんですけども、夜に楽しすぎて、まあ、3時間ぐらいは経てないと思うんですけども、結構なところまで進んだので、今日はその、ね、写真でね、ご覧になっていただこうというふうに思ってます。まずはこれ、まあ、やってもやらなくてもいいっていう話もありますけれども、まずコレクションケースに、ここにね、コルクボードを貼りまして、その上にスタイロフォーム、それから道路をね、最初どうしようかと思ってね、考えて、厚紙とかって考えたんですけども、結構これはね、NGゲージでやってる方のこのテクニックで、まあ、メジャーらしいんですけれども、紙やすりがね、こう質感がいいということで、紙やすりをじゃね、うちにね、あるかって言ったらね、まあ、たまたまこれがあったので、このとこちょっとカットしたんですが、ここいらないのでいいんですけども、この色があったので、この紙やすりをまたさらに貼りまして、貼ったのはその、両面テープと、それから木工用ボンドですね、で貼りました。でその上に半分ぐらい、スタイロフォーム、これをね、爪楊枝で刺して、木工用ボンドで留めまして、でさらに上に、これもやってもやんなくてもいい、コルクボードの上に、ね、ジャンク品の220円で、2連結のその線路をね、両面テープで貼りまして、下地を作りました。はい、続きまして、はい、でこれもね、探したわざわざね、急な坂を人車で漕いで登っていった、いつも行く100均にはこうなかったんですけども、逆にね、その自分の家の近くにできた、今年4月にできたばかりの100均行ったら、ね、クラフトのコーナーで、石膏がね、売ったんですよ、100均の。それを買ってきまして、先ほどのスタイロフォームを、まあ、紙粘土でもよかったんですけど、あんまりね、紙粘土の質感がね、あんまり好きじゃないので、じゃあ石膏で最初はやってみようということで、石膏を塗ったらね、びっくりしました。結構時間、熱持って時間かかるのかなと思ったら、すぐ乾いてしまう、固まりましてね、いい感じに固まりました。これね、何を作ってるかっていうと、こっちがイメージ的に高校の時に通った風景ということで、こっちがね、線路で、ね、こういう場所がね、国道沿いに地元にあるんですよ。でここのところを、まあ、三内運動当時やってましたけども、学校に見つからないように、俺らが降りるね、駅の一つ手前のところまで、原付でここをね、同級生が走ったんですね。それの模様を、そんな感じをイメージして作ろうということで、ね、コレクションケースに作っています。はい、続きまして、これは、まあ、得意とするアクリル絵の具を混ぜまして、赤青黄色3色を混ぜて、ちょっとブラウンを作りまして、茶色を作りまして、先ほどの石膏に色を塗ってみました。
はい、でとりあえず、石膏を塗ったところで、こちらの方にね、あのバラストなんですけど、俺のイメージしてるこれ常磐線ですけども、昔のねこれに乗って過去を通ったんですが、あのバラストっていうその敷石もね、あのネズミ色が売ってたんですけども、なんかそのイメージないんです。それはね、あのどっちかっていうと新しいイメージで、地元のイメージはね、こう茶色だったので、バラストもこの茶色のブラウンっていうのを買いまして、それからあの初心者でね、ちょっと高いのもありまして、なんとか揃えようかなと思って鉄道模型店で探したら、ジオラマパウダーの茶色、この茶色いやつがそうなんですけど、茶色いのがありまして、ありましたので、先ほど の茶色く塗ったスタイロフォームの上に、ボンド水を塗りまして、上からパラパラっと巻きまして、そこにね情景コレクションということで、草みたいな、明るい草みたいなのが売ってましたので、その緑色を巻きまして、こうね土手の雑草のところを表現しました。まだまだここにね、雑草ということで、いろいろちょっと生やしたりとか、ここにね鉄道模型店で、架線を買ってたんですよ。それつけると結構ねいい感じになるかなと思って、その架線もねこうつけようと思ったんですが、とりあえず電車を乗せてどんな具合かなというふうに思いまして、電車を乗せてみました。で、ね、俺がやりたの昔からね、これ作る前にね、やってたのはウルトラマンのフィギュアがありまして、それをね、まあ別にガンダムでも待ってないんですが、何でもいいんですけど、そういったフィギュアのをこう飾る、フィギュアをこう飾って写真撮るのにも、この情景をのこのミニジオラマっていうのはねいいかなと思いまして、存分に使わせていただきたいと思います。まだまだこれからね、町の人々ということで、まあ、高校の風景ということで、ジオラマ用の小さい ね夏服の高校生の人形も買ってきたので、そういったものをねここにこう飾りたいんですが、あと標識なんかもあるとそれらしいですよね。ここどうだね、ここどうだね。あとね、欲しいのはガードレール、この間探して見当たらなかったんで、今日もねちょっと今から時間があったら行ってみようかなと思って、ガードレールをここに置いて、あと、ね、中央線とかの路側帯の線をまたこの絵の具で描いて、あと車をね置いてなんていう感じで、作りたいと思います。はい、というわけで初心者がね全く初めて作りましたけど、とりあえず作ってみたら結構それらしく、できてるなという動画でした。またまたね、この鉄道模型についてはね、達人がいっぱいいらっしゃいますのでね、何かアドバイスとかありましたら、こちらの方コメントの方にね書いていただければ、大変ありがたいです。はい、というわけで、この動画が万が一面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケーチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。